相変わらず吉原は大層なにぎわいだね。世間じゃ飢餓だなんだのと騒いでいても、ここは別天地だ。ここだけはいつ来てもにぎやかだ。男の夢の国だからな。私がお上の取り締まりにあって、湯名風呂から吉原へ連れてこられてもう3年。いつの間にか吉原の水にも馴染んで、大店山本屋の太夫にまでなってしまったよ。名前は辰清を名乗っている。でもあの時はおかしかったね。湯名風呂へ役人が踏み込んできた時、一緒に寝ていた旗本侍たちはみんな真っ青になって震え上がってた。我が物顔で江戸の町をのし歩いていたくせに、お縄になると聞いた途端から騎士だ。なんだ想像し、つべこべ抜かすと縄をかけてしょっぴくぞ。はい、すみません。ん、私たち言うなかい。平気なもんさ。ただ縄をかけられて江戸の街中をぞろぞろと吉原まで歩かされたのには並行したけれどね。見せもんじゃないんだ、じろじろ見るんじゃないよ。おお、姉さん威勢がいいね。吉原に着くと山本屋の旦那さんが待っていた。お前たちが評判の辰吉と行くやかい。なるほど、いい女だ。お役人、これからは私が引き受けますので、縄を解いてやってくださいな。これは少ないですが取っておいてください。これはすまんな。それ女たちの縄を解け。山本屋さんの後について吉原の中を見物したよ。二人とも吉原は初めてだね。どうだい、賑やかなもんだろう。なかなか豪勢なもんですね。姉さん見とれてるんじゃないよ。私たちだって湯屋紀ノ国屋じゃ一二の売れっ子だったじゃないか。本当にそうだ。吉原の女郎になんか負けるものか。しばらくすると吉原にも馴染んできた。でも表は華やかな車だが、裏へ回れば嫌なことも見聞きするようになる。見たかい、むしろにくるまれた者が第八車に積まれて裏門から出てったよ。見たよ。友よが客の子を授かってしまって、ご老主に悪いおろしっくりを飲まされたそうじゃないか。苦しんだ挙句息を引き取ったそうだ。明日は我が身だ。そのむしろにくるまれたものって何です？確かめたわけじゃないが、友よの亡骸だろう。どこへ運んでいくんです？上官寺へ投げ込みに行くのさ。投げ込むってお弔いは？人間として弔うと後でたたられるから、犬猫のように扱うんだよ。これは人じゃないってことにしてしまうのさ。なんてむごい。他人事じゃないよ。私たちだって同じようにされるんだ。吉原では子供は産めないんですね。腹っての間客は取れないからね。老子は大損さ。でも本当にたまに産める人もいる。その間の損は自分で被らなきゃいけないけどね。つまり自分で自分を変える遊女なら産めるってことさ。そんな人いるんですか？ほら、うちの店に雄吉って若い衆がいるだろう。うん。あの男のおっかさんもうちの孔子女郎だったんだ。惚れた客の子だからどうしても産みたいって、ご老子を拝み倒して産んだのさ。それで、無事に産めたんですか？それまでに何人も子供を落としてるのが悪かったのかね。大変な難産だったそうだ。やっと産み落としたが、そこで力が尽きてしまった。赤ん坊に乳をやることもできずに、亡くなったそうだよ。赤ん坊は無事だったから、ご老主が育てなさったが、母親が亡くなったのも、老主が飲ませた落とし薬が原因だ。元はといえば、老主が殺したようなもんだ。親の仇のような老主に育てられて、雄吉さんは今どんな気持ちでいるんだろう。吉原に来て読み書きや芸事もとりあえず覚えた頃だ。お前たちもいよいよ店に出てもらうよ。私は辰吉には太夫になってもらいたいと思っている。幾夜にも孔子か三茶ぐらいは勤めてほしい。だからいきなり客を取らせようとは思わない。孔子ってのは太夫の下の位で、ここまでが高級遊女。三茶ってのはその下で中の上だね。太夫、今日は新しい子がいるね。幾夜と言います。
今日から店出しですので、ごひいきにお願いいたします。これ行くよ。こちらの相模屋さんは、江戸でも指折りのお大臣だ。ご挨拶しなさい。郁也と申します。よろしくお願いいたします。清吉、お前嫌に熱心にあの新しい子を見ていたじゃないか。いえ、私はそのような。まあいい。今日は勉強だと思ってお前を連れてきた。吉原の女は綺麗だが、手練手管で男から金を絞り取るだけだ。そこを忘れちゃいけないよ。1年ほどしてまた嫌なことがあった。吉原からの帰りのお人が辻斬りにあって命を落としなさった。その人は清吉といって、うちの乗客相模屋さんの手代で、しかも前の夜相手をしたのはなんと郁也だった。清吉さん、辻斬りにあったんだって？しかも前の夜はお前が相手をしたのかい？そう、私が相手を務めた人がその帰り道で辻斬りに会うなんて。聞いておくれ、清吉さんは以前旦那さんのお供で来た時から一年ぶりに来てくれたんだ。姉さん、旦那さんに連れられて初めて吉原に来て姉さんを見ました。その日から姉さんの顔が目の前にちらついて離れません。と言って孔子女郎の姉さんに会えるような金もない。一年間夜も寝ずに働いてやっと金が工面できました。今夜姉さんに相手をしてもらっても裏を返すこともできません。それでもたった一度天女を抱いてみたいと思いやってきました。今夜一晩相手をしてやってください。清吉さん、それほどまでに私を嬉しゅうござんす。その夜私たちは何度も抱き合ったよ。これが生涯一度、今夜限りと思ってね。そんなことがあったのかい。それほど思われてお前も嬉しかっただろう。次の朝別れると清吉さんはこう言った。姉さん、ありがとう。これで思いが遂げられました。もう吉原に来ることもありませんが、昨夜のことは一生忘れません。どうぞお達者で。そう言って別れていったのに、その帰り道で殺されるなんてあんまりだ。そうかい、辛かったね、辛かったね。それでその清吉という男の子供を身ごもり産みたいというのか。清吉さんはもうこの世にいません。あの人がこの世に残したたった一筋の血筋なんです。産ませてください。その間の損金はお前の借金になるんだよ。承知しています。私が身二つになってから働いて返します。わかったよ。その男はお前に会うために一年間夜も寝ずに働いたんだな。その男の子供を産む、それも吉原遊女の生き字の張り方だ。産ませてやろうじゃないか。ありがとうございます。あと少しだ、もう一踏ん張りだ。頑張りな。だ、男が残していった子だ。無事に産み落としてやるんだ。よく頑張ったね。色の白い女の子だよ。生まれてみれば可愛いもんだ。女の子だから私が引き取って、将来はカムロとして育てよう。ありがとうございます。ご老子はカムロにするなんて言ってたけど、ゆくゆくは女郎にする気かね。クルワで生まれた子はそうなっちまうんだろうね。そうと決まったもんでもないさ。先のことはその時考えればいいよ。今はただただ可愛がっておやり。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。